マット・ロティックはアメリカ合衆国テネシー州出身のバスケットボール選手である。シカゴ北郊外の高校で大活躍。バスケチームでは歴代のトップスコアラーとして活躍し、高校卒業の2000年ではシカゴトリビューンアスリート・オブ・ザ・イヤーとして選ばれた。同校のアメリカンフットボールチームのクォーターバックとも活躍する上に、 野球部で投手としても活躍したオールラウンダー。大学は名門スタンフォード大学で SG として活躍し、地元のスター選手であった。卒業後はニュージーランドのハーバーヒートへ入団し、2005年に日本プロバスケットボールリーグの大阪へベッサに入団。PG にコンバートし、1試合平均アシスト数でリーグ1位となり、ベスト5に輝くなどの活躍で、チームの優勝に貢献。 2シーズン目の2006から07シーズンも、大阪へベッサの中心選手として活躍。シーズン途中に、再び SG にコンバートし、2連覇に貢献する。2007から08シーズンも、大阪で得点リーグ5位、アシスト数リーグ6位を記録し、3連覇に貢献。2008から09シーズンは、ドイツのドゥスルドーフジャイアンツに所属。2009から10シーズン途中、 大分ヒートデビルズに入団。2010から11シーズンはオールスターゲームに出場。シーズンのアシスト数でリーグ9位。2012年12月、チーム運営会社の経営難により退団2016年4月にインディアナ州にあるバルパレーゾ大学のバスケチームのコーチに主任。プレースタイルは SG、PG ともに可能なコンボガード。 スタンフォード大学時代は SG、大阪エベッサでは PG にコンバートし、2006から2007シーズン途中から再び SG。ただし、ロティックに代わってスタメン PG を務めるシシド・をサムイチの次第で PG の役割も務める。2007年からは PG に再度コンバート。シシドが入る場合などは SG の役割も果たす。ありがとうございます。